こんにちは、黒塚先生です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ブラシの右手と左手の噛み合わせが悪い人の質問がちょっと相次いだので、ちょっと作ってみました。ブラシは、こう、演奏してるときには、上回しの人と、下回しの人、まあ上回しというか、時計回り、反時計回り。で、あとは横。で、僕は江戸シクペンに習ったんで、江戸シクペンさんは、こっちが中心なんですね。で、まあ、こっちでも、こっちでも結局は一緒なんですけど、まずポイントはですね、ワン、ツー、スリー、フォーのワンの時はこっち側の人がほとんどです。ワン、ツー、要はオープン、クロス、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 オープン、クロスで、オープン、クロス、オープンで、僕はこの3つ全部使い分けます。で、こっちだとアゲインストっていうか逆目になるのが表拍に来るので、ワン、ツー、ワン、普通にやってても一拍目、三拍目のアクセントが来ちゃうんですね。で、こうやってワン、ワン、まあちょっと強調するとあれですけど、1、2、1、裏拍の方にアクセントが来るので、まあ2ビートだと、4ビートだったらこう裏拍っていう風にしてもいいし、で、左手っていうのはまあ、例えばこのビートをこうやってやってるけど、ただずっとこうノイズを流してたいっていう時もあるんですよ。なので、こういう右手と左手の動きがこう噛み合ってないっていうのはある意味なしじゃないんですよ。ありなんですね。ふわふわするんで。なんかこうザーってなってて右手だけでこうビート作ってるみたいな感じの時とか、あとはまあこうハイハットだけで。関係なくこう擦ってるということもあるんですね。ただやっぱりビートがこう出た方がいいんですね。ところが良くなりがちなのは、ツッシャ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 ってなる。なんでかっていうと、1の時にここのタイミングでいくと1 A 2 A、 よくあるのはトタトタツッシャ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 、これは悪いわけじゃないですけど、これだとビートが出にくいんですよね。ビートを出そうと思うと、1の時に要は擦るっていうことは、ここからここで擦るとしても上だろうか下だろうかね、この辺で音が出るんですよ。なので1 and 2 3 4 1 1ってやった時はもう擦り始めてない。そうすると1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1。なので昔は、僕こうやって練習しなさいって言われました。フロアでレガートしながら、これが合ってるかどうか。そうするとね、ちょっと意図的にずらさないとタイミング合わないんですよ。普通にやると端で、スタートしちゃうと、うちゃすしゃすしゃちょっと遅れちゃうじゃん。だから押し始めるのが1、そうするとこすってる音だけでグルーヴが出るから、あのビートが強くなるというかね。だからちゃんとこう2ビートで4ビートとかやってる時に、っていうのやるときには、左手のこのタイミングをこう、音を優先なんで、音に体の動きがこう合うようにインプットする練習をするしかないですね。だから、ワン、ツー、ワン、ツー、ちょっと早く。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。まあ、メトロノーム鳴らしたり、自分でカウントしながらやって、この左手の、これが、ワン、ツー、ワン。ちゃんとこう、シャープ。ワン、ツー、ワン、ツー。っていうのがリンクするように、左手の動きを練習する必要があると思います。これはちょっとね、僕もかなりこう見ないふりをして、プロになってからも見ないふりしてたんですけど、やっぱり左手のこう、上手い人のね、ドラムのライブを見に行くと、左手だけですっごいグルーブするから、で、だから、さっき言ったみたいに、このなしじゃないんですよ。左手がずれてても
ていうのはこれありなんですけど、まあ、上手い人っていうのはちゃんとこう何ていうんですかね、ふわっとしたところとちゃんとビートが出るところを使い分けれるんで、その辺の練習をしていただけるといいかなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとかためになったなっていう方はぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とかポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね、リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、曲の解説とか演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。